はい、どうも皆さんお疲れ様でございます。ターポンです。ターポンを実況するメトロリラックス、メトロラストライト。今回は第13回目ですね。続きの方をプレイしていきたいなと思います。彼を信じたことはない。当然だろう。だが、カーンの言葉は真実だった。この奇妙な川は、僕を過去に引き戻した。僕が信号を送り、ダークワンを消滅させた瞬間に、そして同時に種族最後の生き残りがいることを僕に知らせた。無力で痛い気な子供、カーンは彼を最後の天使と呼んだ。はい、前回からですね、カーンさんとまた再び出会えまして、ダークワンの最後の生き残りである小さい子供を見つけるということで、列車を追う、ことで今来ております。列車はこの近くにある。感じるんだ。どこかよ。聞こえたか。おおお、なんだ。あれだ。思った通りだ。おおおおお。急げ。追いつくんだ。おおおお。めっちゃ撃ってる。よどった。ダウン。いって。はい。おお。おおおお。グレネードだ。リライ、はい。リロード。難しい。オッケーオッケー。音楽かっこいい。よし。はい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 。列車に追いついたら君が飛び乗れ。あれか。倒した。はい、リロード。おーおーおー、めっちゃいるけど。オッケー、ダウン、リロード。はい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 、はい。いつ行けばいいですか。今ですか。おー、ほら、よし。あー怖え。マジかよ。よし、おいで。よし、行こう。戦闘車両だ。おー危ねえ。おー危ねえ。ゴー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 。オッケー、リッキー。オッケー、ダウン。よし、あぶねえ。オッケー、あぶねえ。あぶねえ。回復、弾がない。いやー、こんな強いの出てくるの。ゴー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 。なになに、燃えてる。え、おお、ダークワン、お前は仲間だ。俺は、うわー、宇宙人みたい。いや、宇宙人か。でも、うわ、すごいキーンってする。あ、これは子供の頃の記憶だぞ。なんだ、そうだ、アルチョムがウォッチメンに襲われたところを助けてくれたダークワンですね。じゃあ子供の頃からダークワンとアルチョムは、あれ、なんかあった。ママ、ママ、え、ママ、
アルチョの可愛い子、大きくなって。ママ怖いよ。怖くないわ、もう何も心配いらない。行かないでママ。ほう。一人ぼっちだよ。一人ではない、一人目なのだ。僕らは君をずっと待っていた。僕らは仲間の思考を全て共有してる。君がみんなを殺した。今僕は一人だ。うわっ、耳が、あ、力尽きた。おい、しっかりするんだ。しっかり、大丈夫か。助けなきゃ。脱出だ。早く脱出。どうなった。おお、もちろん彼を殺すなんてできなかった。僕が生きている限り、心臓が脈打つ限り、彼を守るつもりだ。カーンは戦争を止めるために彼が役に立つという。確かに彼は奇跡を起こせる。だが僕はそんなことに利用したくはなかった。僕が彼の家や家族にミサイルを落とした時、彼の戦争は終わったのだから。はい、じゃあ続きの方もプレイしていきましょう。うわ、燃えてる。早くだ。うわー、やばいやばい。上に空気、上、黒、しっかりしてるんだ。上、おお、息を吹き返した。よかった。ここはどこも明るい。お、あそこは息が苦しい。嫌だ。あ、大丈夫か。逃がしてくれるの？君が変えてくれる。ああ、僕はあっちに行く。光の中へ。でも君のそばにいる。やばい、汚染がすごい。ここは、うわ、ウォッチメンか。ショットガン持ってくればよかったかな。スナイパーライフルにしようか。いるな。移動するか。移動したな。よし、道はこっちでいいみたいだね。水に近づくとダメだし、どっちだ。こっちか。おお、撃っちゃった。出てきたからびっくりして。危ねえ。こっちみたいだね。怖い怖い。うわー、こっち目がいっぱいいる。襲われたらひとたまりもないよ。うっ、あぶね。足音がすごい。つか霧が、これじゃやつらがいつ来るかわからん。お、ありがとう。よしよしよし。サーマルスコープみたいな感じになったな。いろいろ。彼らは君がなぜ見えるのかわからない。君を恐れてる。うん、ありがとう。すごく疲れた。そうか、一定時間力を使うから疲れるのか。よし、早く行こう。うわー、怖え。君や他の人間は強い。何でも殺せる。リロード。こっちかな。僕も一緒に行く。こっちか。君が知ってること、おうおう、それが必要。早っ。まだ理解できない、大事なこと。よし、こっちか。弾じゃないのか。おお、びっくり。許さんぞあいつら。あいつら出てくんのか。
怖い。しかも割れるな、ここ。早く行かなきゃ。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。お腹空いてる。食べ物と思ってる。やめろ。ガーゴイルか。君たちは服を着る。僕も欲しい。君みたいに。よし。怖え。こういう地表を歩いてるときが一番怖いんだよな。ここか。やばいな、弾がねえんだよな。よし。なんかいるな。いるところに行けってか。おお。逃げる？オッケー。怖いよ。よし。入って。後ろはずるいだろ。行って。くそ。すげえビクンビクンしてる。マスク変えよ。こんなとこいたらやべえよ。弾回収。あーもうびっくり。あくそ、なろ、あいつ絶対許さねえぞ俺。よし、いないな。右にいるな。ガーゴイルか。こっちか。ライトはいらない。お、見て、君に似てる服だ。おお、似合ってるじゃないか。かわいい。かわいいな。行こう。マスクは大丈夫だな。弾とか回収していかないときつくなるぞ。マナド。おお。あぶねえ。やばいやばいやばい。なんかやれん。え、お、はい、おい、イエス。あー、やめてください。やめてください。おお。おお。あ、落ちたー。落ちたー。わあ。まずいのでは。まずいのでは。早く上に。気をつけて。はい。やばいやばいやばい。やばいよ。こっちか。やばい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 。ちょっともう急に難しくなりやがって。やべ、ショットガン持ってくれ。えいって。やばい、あんなのとやり合ってたら弾がなくなる。とりあえず向こうか。上に、よし。いって。ちょっともう何なんだよ。うわ、もう最悪、終わったわ。グッナイト。最悪だわ。最悪。ああ。怖っ。やばいやばい、もう。やばいやばい。あ、落ちた、もう。もうなんで。行って行って行って、走れ走れ。やばいよ、もう。どっちだ、こっちか。上に上がろう、とにかく。よし、弾があるぞ。よしよし。おお。で、あ、
あっちか。なるほど。ほっ、よし。ほっ、落ちるね、俺。よし、スナイパーライフルだったら一撃だな。向こうだな。あー、来てる来てる。ゴー。よし、弾を拾って。やぶねー、逃げろー。弾の無駄遣いはやだよー。人間の家、すごく高い。よし、作ったの？町を？すごく大きい。おお、メトロに。怖。なんで少ないの？その幼いダークワンは僕の思いなどまるで気にする様子もなかった。僕が彼を追いかけてきたはずなのに、彼の方が僕の後をついてきた。まるで運命が僕らを引き合わせているかのように。はい、じゃあ続きの方もね、やっていきましょう。行こう。はい。彼らが見えてない。見えない。いや、もう超怖えから。危険。お、なんだここ。弾薬、弾がいっぱいあるぞ。よし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 、リボルバーで行こう。ああ、めっちゃいる。よし、すごいなここは。うわ、音が。どっちだ、こっちか。こんなところで襲われたらひとたまりもないな。何もない。行こう。いる。翼のあるやつ、バカ、強い。当てたけど。あ、でも倒した。よし、スナイパーライフル。さすが俺のスナイパーライフル。行こう、前に進むんだよ。見て、たくさんいる。やべやべやべ。どうしよう。リロードして。怖いな。オッケー。左に一体いなかった？気のせい？ゴーゴー。くぅ、怖いよ。うわ、気持ち悪いよ。 AK で行こう。 AK で来るか。いるな。ちょっと待って、グレネードにしよう。いや、やべえ、マジか。モサリスだ。AK でもこんなに弾使うの。いる。よし、やばい。フィルターを交換しよう。フィルターもあるから早めにこのゾーンを突破しないと。おちおち知られる時間もないってか。やばい、いる。勝てーこいつら。やべ、ショットガン持ってくれよかったかな。いって、いる。よし、倒した。危ねえ。リボルバーが頼りか。いや、ちょっとスナイパーライフルを当てれる自信がねえんだよな。サイトが
なかったらいけるんだが。ほら死んで。いやーマジか、こんなに当ててて倒せないの。いやきついな。ショットガン回収、回収できるものを回収しよう。こんなやつやったろ、やり合ってたら身が持たん。マスクを変えてこっちでいいのか。よし上か。なんか屋根予感しかしないけど上。ああもうダメかもしれないわ。えっ、おーいってリロード。うわた、やったか。マジか、ヘッドショットか。クマジクイックショットの練習にはいい練習になるけど。屋根予感しかしねえぞ。ウォッチメン、うわびっくり。うわっ、回復。あそこか。よし。と。やったか？やってない。よし。フィルター回収。あぶねえ。で、これか。こんなとこ行くの？やばいんじゃない？え？なんだ？うわめっちゃいるぞ、めっちゃいるめっちゃいる。ちょっと AK AK、 やばいってばよ、非常にやばいってばよ。こんな敵がやばい、まずい。おお、コープ切りやがった。いって、僕が引き離す。大丈夫。おうおう、大きい、でも賢くない。いって、くそ。翼のやつはすごく速いけど僕がいる。ありがとう、助かった。あ、充電、充電大事。よし、あーもう行って、超行って。あん、時々扉が見える。おお、びっくりした。誰かがそこから君を呼ぶ。なぜ、なんだ。お、僕たちはポリスに向かっている。幼いダークワンは離れるのを嫌がった。何か理由があるのだろう。それが何かはわからない。だが彼の力は有用で、そばにいてくれることは心強かった。はい、というわけで皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。激しい猛攻に遭いながら、今まで出てきたね、メトロラストライトで出てきた、まあ、獣たちがいっぱい出てきたんですけれども、なんとか生き延びて、次のところに向かう形、まあポリスに向かう形になると思うんですけども、次回もお楽しみにしておいてください。というわけで次回もお楽しみに。ほんじゃ、またね。